राम राम प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ मित्रों आप सबका मैं गेंशिन इंपैक्ट की नई वीडियो पे। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में हम मिस्ट्री सुलझ जा चुके हैं, मर्डर मिस्ट्री जो थी। अब चलते हैं आगे।裁判が終わった途端に姿を消すんだから。なんだナビア、この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩。どうかした相棒。それにこういう数十年、今回新しい手がかりが見つかったわけだし、水神の部…え、そっか。うん、その返しはよそ…ごめん、勝手に…いやいや、ナビア、あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。なんていうか、うん、まるで淀んだ水に新たな流れを。あら、あたしってば、そうだ、送別会。え、律儀にわざわざそんな、あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく、それにただ食事するだけであまり時間は取らせないから。お嬢様、ボスのナビアがおごってくれるってんな、おいらは。それじゃあまずはフォンテーヌ邸に戻って、それから一緒によーし、送別か。ルドプレイシランシェノワー。ये क्या अबे, ये नहीं कर सकते, मैं ऑटोमेटिक वो नहीं करना था, वो नाविया के साथ लंच था वो देखना था मैंने। मैं ऑटोमेटिक वाला नहीं यार। ये この店は私が小さかった頃にパパと何回か来たことがあるんだ。心配すんな、それにオイラたち。じゃあ注文してくるから、ちょっと待って。うーん、美味しそうだぞ。そうよ、さ、食べて。もし美味しければ今度はスピナディロースラのみんなを呼んで貸し切らせてもらうから。美味しくなかった。それでもやっぱ、そういえば送別会って話だったけど、祝勝会に。ああ、言われてみれば確かに。おい、別に料理を追加して。これでいけばいいや、またビブンディ。そうだ、今日の事件も終わったことだし、それについては大きな一歩を踏み出したとしか言えないかな。少女を意図的に溶かす組織がいるのは判明したけど、その本当の目的、目の前で見てなかったら人が水にだよね。誰も想像できないような異質な要素が連続。あいつが真実を。こういった事件の調査では、たとえあと正直これから行われるであろう公的な調査、別に彼らの実力を疑っているわけじゃないけど、ずっと同じ視点から見てたら意図的に隠蔽されたり警戒。だからこそ私たち高いところに立って見てる人間が、エキサスディテクティブエージェンシータイプ。まあ送別会なんだし、この話題、それよりも別の話を。そうだ、これからあんたたちはどうするの。そうそう、さっき審判が終わった時も。なるほど、一番の目的は水神とおしゃフリーナ様に会うには長い列に並ばないといけないって聞いたことがある。だよな、水神はフォンテーヌで大人気だ。ならちょっと特別な方法。おお、さすがはスピナディロースラのボス。蛇の道は蛇って。歌劇場の出演者に紛れ込んで演劇のクライマックスで急に中止するのは、続きが気になるフリーナ様はきっと演劇を最後まで見たいと思う。
もうちょっと現実的な案にしてくれないか。だったら何とかしてフリーナ様のベッドの下に忍び込んで夜中に起こすのはどう？これなら絶対にうまくいくんじゃない？すっごく眠いのに。効果のあるなし以前にそういった情報。それもそっか、ついうっかり相手の眠気を理由。まあ冗談はここまでにして、フリーナ様、特にあんたは今日の法廷でフリーナ様を打ち負かしたでしょ。あんたは民の無実を証明した。それなら可能性はあるな。つまりあいつが休んでる時間帯を狙って訪ねちゃ、食事が終わったら早速行ってみよう。あれパイモン、もしかして。ひひひ、悪い、気づかなくって。オイラのち、ああううん、もう食事も終わるし大丈夫。でもこのフォンタってやつもう注文しない方がいいと思うぞ。なんか味がしょっぱかった。そう、だったらこのお店のフォン。みんなお腹いっぱいになった？うん、お腹いっぱい。やろ、ट्री दे दी ना अभी ने हाँ, तो एडवार कान के पास जाना है दोबारा से। हमने लास्ट टाइम हमको सॉल्व करना है, पढ़ रहा पका ये तो भी नहीं जो ओ माय तो इशो जा फ़्टू सुगिर दारो कुंगेच नो सोशिकी नो केही वा आतो अरे नबिया सो ए ना ना दे मो नाई तका गा शकुजी दाई दा शी スピナリロースラにとってビビたるものなんだから。そっか、じゃあやっぱりここでお別れなんだ。もし、じゃ全てうまくいくよう祈っ。またな。いえ、ジャダカマニレンサイペセフォンテナワレアクト2スタート。ビボスタイプビエフグルジェイク。ओपरा हाउस पे जाना है वापस, और हमने किसी की आवाज़ तो सुनी थी यहाँ पे। कोई नाम बुला रहा था, कुछ बुला रहा था। もうあんまり人がいないな。さっきのエリニバス。回り回って、またここにどうしたんだ、旅人。まず、脅かすバッシュ。おい、なんで先に進むんだよ。もし、ちょっと待った、オイラにも。旅人、止まれって。おい、しっかりしろ。あっねめワシナルワシナルバッシュ。まさか私の。いいえ、あなたは違うわね。バシェのことを知ってる？私のバシェはどこ？私は誰だったかしら。OK。ごめんな、記憶は激流に飲まれ、無数のかけらが水の流れに溶けてしまう。地上で過ごしていた日々は、どれも大切な思い出だったわ。人間。そう。私は人間。どうしてこうなったのかはわからない。おぼろげに覚えてるのは、青とピンクが混ざった色の水に包まれて、目の前のすべてがぼんやりとしていったことだけ。いや、ビチャリコビピグラディア。それと、さまざまな場所へ行ったことがあるわ。どこへ行ってもバシェはそばにいてくれた。彼が。でも今はもうあの頃には戻れない。いいえ、そうじゃないわ。私たちの再会には、私の思いはもうあの人にとって無意味なものな。もし馬車に会ったらこう伝えてちょうだい。絶対に。そうかもしれないわね。水に包まれて意識を。あの時慰めてあげられたらよかったのに。あれは溶けた。恐怖もストレスもなく、あるのはただ渇きに慣れた人間が初めて水を飲んだかのように。自分がかつて無限の仲間が呼んでるようね。もうそろそろ行った方がいい。さようなら。感じてくれて嬉しかったわ。ワシチャルコ ढूंढना पड़ेगा, मतलब हमको लग रहा है।
おい、いつまで寝てる気だ。ナビアたちがやられるぞ。やれよ。ヘビロボを雇うなんて。あ、クロリンデ。ये बढ़िया है यार。क्यों चलिए फाइट, मेरे को कोई बताया फाइट क्यों हो रही है यहाँ। ये तलवार तो वो यूज करी जो मैंने दे रखी है उसको ना अभी।助けてくれたお礼を言うべきかしら。でもその前にどうしてここに現れたのか説明してくれる。私はただあなたが近々危険な目に私に黙って。あ、これはカーレスさんの意思だ。あの人を裏切ることはできない。あんたが。すみません、お嬢様。クロリンデ様、助けていただいたことには感謝を申し上げます。すまない、私は。もういいから。それで私の知っている情報はあなたほど多くはないだろう。今日のことできっと狙われることに。あいつらは前々から私を狙ってた。それでこの警備ロボたちは。これって出立艇の人に。先ほどよく見てみたところ、これらの警備ロボには番号がついていなかった。おそらくどこぞの金持ちか権力者が不正な出走。オッケー、プライベートポーズティブ。今の。ああ、いずれにせよ私は引き続き調査するつもりよ。とにかく今日のところはありがとう、クロリンデ。連中もそう立て続けに手出ししてこないだろう。はいはい、今日一番のニュース。お嬢様、クロリンデ様の気持ちに嘘を偽り。私だって分かってるけど仕方ないでしょ。だってやっと復活したな。お前が気絶してる間に待ち伏せしてた警備ロボが。あ、それにあのクロリンデっていう決闘代理人も手伝ってくれたんだ。とにかくさっきは運がいい。いいよ、そんなよそよそしいこと言わないで。それにさっきのは、つまり私たちは。私がお嬢様のような懐。仮に私がお嬢様にこうも好意を示す。はあ、あんたと。そういえばナビアはどうして。それについてはすべて、おいらのおかげ。あんたが間違って私の。ん、あんたたちと別れた後、フォンテーヌ邸にあるスピナディロースらの拠点に一人帰。なんか味がしょっぱかったし全然美味しくなかったよなって。フォンタは甘い飲み物のはず。しょっぱいわけがない。しかもあれは色も。つまりあのフォンタには原始大海の水。そう、だからあんたがその飲み物を。ボスを助けてくださったあなたたちにスピン。うえ、そんなのがあるのか。ホテルデュボールに手がかりがないか人を送って調べさせた。だからあんたたちにも危害が及ぶん。あの連中、オイラたちまで消そうとしたってことか。ただまあ連中からしたらあんた。ところであんたたち、原始大海の水を飲。そういえば旅人もさっき理由もなく気絶したわけじゃないよな。
バシェルラタコイ。またバシェって呼ぶこと。そうそう。それに今回はオイラもその声をちょっとだけ聞いたんだ。つまりじゃあフォンテーヌ人以外が原始大海の水を飲んだら悪いことじゃなさそうに聞こえるけど。情報？気絶した？教えてくれる？なるほど。バシェ、聞いたことのない名前ね。でも少女の溶ける瞬間を彼が目撃して、なのにその人は事件について何の情報も提供してない。うん、サンキュー。今の状況から見てその情報、え、それって送別会はしてないって言ってただろ。それに巻き込まれた以上、ナビアお嬢様、いくら嬉しくとも少しは表情をこら余計なこと言うんじゃないの。じゃあそれと計画も練らないとね。相棒としてお互いの安心してくれ、私たちがいる。उससे तो मिले नहीं, पर हम आपको उन्होंने वो जो जरूर कर दिया, पकड़ जो जरूर लिया। हस्ता सीन यो फाउंटेन में क्या आया है भाई? तरीका कुकिंग इंग्रेडिएंट निकालगा। अब इस बार स्वीट फ्लावर मंगा दें। फाउंटेन में ये क्या है? टेंजरीन, ब्यूले फ्रूट। ब्यूले फ्रूट अभी तक नहीं मिला है, तो एक तो ब्यूले फ्रूट को लेते हैं, नाविया को भेजते हैं इधर। इन दोनों में से क्या ले फिर? मार्कोटे, मार्कोटे मंगाते हैं फिर। सुमेरू फ्लावर, कुछ अच्छी चीज़ें तो है नहीं इधर। अरे यार डेजर्ट की तरफ वाले, डेजर्ट वाली चीज़ें दिखाते ना, इसमें डेजर्ट वाली चीज़ें ही नहीं है। चलो यही मंगा, सुमेरू रोज वाले। इनको भी, ये भी चाहिए हो गया मेरे को, इनको इकट्ठे करने पड़ गए हैं, ज़रूरी हो गए हैं साले ये, क्योंकि उसमें काम आने लग गए ये प्रोडक्शन में। क्या भाई तुम्हारे बिरादर हमको क्यों लड़ने आए थे हमसे? ला भाई, वेयर्स ओंटा, ओके। सॉल्ट, सॉल्ट ले लो, खत्म ही हो गया सॉल्ट वेयर। पेपर भी ले लो, ओनियन भी ले लो, क्योंकि डिश बनाना जरूरी हो गया है। डिश में काफी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सप्लोर कर रहा था तो बहुत गंदा पिट रहा था, तो डिशेस जरूरी हो गई थी। फर्मेंटेड जूस चलेगा। चलो この先なんだけど、その前ずっと周囲に目を配っていましたのでご安心。そう、
ならよかった。では私は。ありがとうマルシラック。誰だね。इधर ही जाना है या मैं खाली जा रहा हूँ इधर? अच्छा मैं खाली जा रहा हूँ इधर. बट देखिए इसके बॉटम में है क्या? अच्छा जाना ही यही है. नाइस. सबको गरीबों को वो करती है क्या, अपनी जगह पे आकर रहने का मौका देती है क्या? ऐसे ही लगता है मेरे को. मेल से बात करते हैं फिर. सीक्रेट आर्डर हो गया है भाई एक हिसाब से तो ये. お二人の部屋をご用意しました。今のスピナディロースらが用意できる中で最高の部屋となり。最近スピナ何分うちはモラルや法律に反する高い利益を得る商売がき。みんな大変そうだな。でも人実はパパがスピナディロースらを管理してことはお前のお父さんってナビアお嬢様。ここは今更この話から逃げるつもりはないか。私のパパはカーレスっていうの。今は町パパは3年前自分の友人を殺害した罪でその容疑者になってね。しかもそんな。でも私はパパが人を殺したなんて信じ、当時パパが審判を受けてさえいれば公的な調査なのに、どうしてかパパは決闘、パパは決闘中に重傷を負ったって明らかに負けと。あれから3年が経った今でもあんな風に死んだらそれこそ自分の名誉を守る機会を失う。今回の一件で最も関係がありそうなのはパパも。あ、だからお前も。そういうこと。それと私もパパが容疑者になった殺でも。तो फसाया था उसको और इसके नाविया को कुछ करने के लिए कह रहे होंगे वो, तब वो बेचारा मारा गया. 脅迫されたのか、それとも罠にはめられた。パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に話。ママが私を産んだ時難産でし、まさかパパの死まで私が調べなきゃならないなんてね。お嬢様、私カーレス様もお嬢様も私が最も尊敬。カーレス様は生前善行をあんなにも積まれていました。スピナディロースらを支持する者は大幅に減少、財務状況も今やひの。でも普通は最初みんな。人々はこういうドラマが好きだから、悪人が改心して正しい道に戻るのを見るのが好きだし、善人が道。そんな、もしカーレスが濡れ衣を。あともう一つ、カーレス様の。え、あいつが。じゃあカーレスはクロリンデとの決だよな。確かにクロリンデ様は決闘者の誇りを大切にしています。ですから相手が投降しない。それにクロリンデ様はカーレス様ともともとお知り合いで、クロリンデ様もそうする他になかった。何も彼女の気持ちがわからないわけ。わかるぞナビア。後日クロリンデ様から聞いたのですが、決闘が始まる前に私たちもそう。はあ、自分を殺す。まあとにかくこれが相棒としてあんたに伝えておきた。うん、あかんな。安心して休んでくれ、今夜は私が。
曜日を先にポワ村長に帰らせたよ。そこがスピナディロースらがホス。ただ単に一緒にいると触るところで、お前はいつ来たんだ。ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。まさか徹夜し、だってこんな重要な情報でも残念なことに、この名前は、ま、足がつかないように黒幕がすでに手を回したんでしょうね。でも、じゃあ、いや、希望はまだある。彼らが手を回そうにも、最高審判官のヌビレットさんが保管する資料、もしあんたが見たっていう、で、さすが最高審判官なだけあるな。じゃあ、さすが、お、どうしたん、大丈夫、行き、先やりエビジャリー。ピナディローゼ。この先がパレメルモニアよ。さ、行きましょう。シャロフ。ウッセバーッカテン。チーフジャスティス。お待ちください。どういったご用件でしょう。うん、やっぱり警備が厳重だ。あれ、私たちの顔に見覚えないの。どちら様でしょう。先に言っておきますが、ここは、うん、見ての通り。確かに。私をからかいに来たのなら、もうお帰りください。お互い、まあまあ。私たち、先日の大魔女。ああ、そういえば見覚えがあります。スチームバード新聞の記事。そうそう。それで今日はその事件の報告。え、そんなよ、入ってるって心配しないで。ええ、そうですか。どうもー。ナウヤ、キャセビコマデティエバツイエア。ポッタグリエエナウヤ。どうぞ。入り口で止められて、警備の人に嘘をついて入ってきた。問題ない。要件を一つ、名前を調べてほしいの。バシェって言うんだけど。うん、わかった。資料を見てこい。バシェル。やあ、それ見たらよ、メリカドだ。ノビレットって、案外話のわかるやつ。残念ながら、ここ数年の事件で、バシェという名に関連したものはないと断言でき、私の資料にも、私の記憶にもね。まさか、あの時。そう、わかった。ありがとう。うん。ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父、カーレスさんはとても優秀なご。ヌビレットさん。それって同情、慰め、いや、どれも違うでしょう。私にはわかる。まるであの時と同じ。パパが決闘場に上がり、私が守衛を押しのけてここにいる。あんたも言ってたでしょ、事件に妙な点があるって。命の価値はあんたの手にある感情のない。もし本当にパパの死を残念に思うの、どうして私に止める権利をくれなかったわけ。あともうちょっと踏ん張ってれば、すべてを逆転できたかもしれないのに。まだ、まだたくさん話した。もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て。申し訳ない。やっぱり、あんたも同じ。
パパ、その胸は多くを感じてるのに。もういい。どうせどうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅。ビチャリ。पर हमको वहां मिली थी, बड़ा खुशमिजाज वो थी ये. नबिया, 大丈夫。あれ、雨が中に入るまで晴れてたよな。それ確かパパの事件があった日も大雨。どうした、何か引っかかるのか。外、雨の当たる場所だったよ。もしかし、うん、私も当時そう思った。だから捜査範囲を広めてみたけど、雨水の影響を受けたような手がかりは見え、あ、真犯人は水になったってことか。雨、確かに。もしそうだとしたら、お前の相棒、あんたって本当に天使。ボア村長へ行きましょう。この線で当時の殺人事件を。うん、今回はお、じゃあ今すぐ一緒に来てくれる。ええ、行き、メインストーリーはフォーカス。あ、ウェン。じゃあどれ。おいしそう。パパの個人的な趣味なんだけど、この華やかな巨大船は航海、好奇、征服、野望を意味してるの。スピナディロースらの明るい未来を象徴してるってわけ。最初スピナディロースらの方って輝かしい過去を持つギャッけど、このでかい船を見て。ボア村長こそスピナディロースらのルーツであり、あた、ナイスシップヤード。ここでグローブメトロ。マスト。エコーレヤンベ。ほら。お、ガラッ。अबे अंदर नहीं घुसना था, मैंने जाता। ओ यार गलती आ गया। रुक जा। अबे रुक जा, कुछ तो रुक। अबे रुक जा भाई। गलती घुस गए। इसके अंदर विप मिलती है, हम विप से चला सकते हैं इसे। सरफेस होते हैं, डूबते नहीं अब हम, और ऐसे कूद भी सकते हैं पानी से बाहर आने के स्पीड में। होगा परी जाना है, चलो फिर। बिना तीरोसा के शिप पे से बात करें, फिर खत्म करेंगे एपिसोड। बात बात करते हैं इनसे, कैसा लगा कैसा नहीं। मेलस मार्शलक, ただいま मार्शलक का करियर お待ちしておりました。
お嬢様、フォンテーヌ邸に用事があるとおっしゃっていました。それがね、相棒が素晴らしいヒントをくれたのよ。パパの過去の事件が原始…覚えてる？マルシラック、あの…はい、リネ様の状況と似ていて、どちらも不可能な事件でした。過去に何があったんだ？うん、何年も前のことなんだけど、ロシ、一見ただの飲み物なんだけど、人が飲むと気分が高揚。ちょっと待った。確か水になったあの警察。そうね、今になって考えればロシの原材料は原、そして長期的にそれを飲むと副作用が出るの。逆に飲むのをやめれば倦怠感が一日中続いて、理由もなくポア村長を管理してたパパはもちろんこれを黙って見過ごさなかった。ボスの強硬な姿勢は売人の恨みを買いました。ですが今日、それどころかボスはロシの製造者を特定し、そう、とたまるまやぜ。狡猾なやつでね、売人はブツを売るだ。そこでパパは長期、その人の名前はジャック。ロシのせいでバラバラになった家族をたくさん見て、ある夜パパは郊外の荘園でパーティーを開き、けど庭から2発の銃声が響いたの。それを聞いて私たちが駆けつけると、え、なんでだよ。リネの事件と似てるでしょ。犯人に疑いの余地はな、でも当時はスルーしちゃってたけど、今になって思い返すと重要な手がかりが、そう、あんたのヒントのおかげだよ。あの服はジャックが着、今考えるとこれは現場に第三者がいた可能性を示唆してる。それに銃声が2回鳴った。うん、未解決。ジャックは生前温厚な性格で、自身の行いを何度も懺悔し、第三者に関する手がかりは、しかし水を差すようで申し訳ありませんが、ボスと相手は残忍な手段も厭わない難敵です。スピナリロースらが衰退した今、ポア村長はようやく得難い安寧を手に入れ、ボスと同じ鉄を踏む必要はありません。それがパパの望みなら、パパと一番関係が深いのは私の、謎をいくつも抱えたまま亡くなったけどさ、それに何の意味があった。ロシもフギのカーレスも虫の息になったスピナディロースらだってそのまんま。私がそんな無意味な死を打った、あの日からそうしよう。私は全て、ナビア、確かに今やっぱり何か知ってるのね。はい、実はあのパーティーが始まる前に、そして両者の対立を一気に加速させたのが、え、ボスはとても珍しい病気にかかっていました。きっとそれもお嬢様にはお伝えしていなかったことで、そんなボスにとって連続の長く続く争いを解決するには5年では到底ですから、ボスは相手の行動を牽制するために手にある情報を利用することにしました。ボスはお嬢様が無事である限り、その証拠は公、そしてもしお嬢様が失踪すれば、ボスもしくはそ、つまり痛み分けって、事実その牽制が効いているのは証明されています。信じらんない。だってあのパパが衰弱し、息も怠惰となった姿を見せたがる親などいません。特にボスにとって、決闘で死んで不義の名を背負うことになろうとも。そんな、私を守るため。お嬢様、あなたはずっと誤解されていたかもしれん。事件に巻き込まれた全ての人が受け、きっと、あのバカ親父、いやむしろ私が理解、そんなに私のことを信頼してるの。もし私がここまでたどり、うん、そうかもね。でも幸いパパは私と心から話し合ったことがほとんどなかった。つまり、あ、で、マルシラック、その肝心な証、ロシの製造場所です。つまりかつてボスが交換条件を突きつけた時、しかしたとえお嬢様がこの、どうしてだよ。私たちの敵は数十年も続く危険、私たちはあい、さらに一度乗り込んでしまえば、それ最悪のケースは、じゃあリネ様の裁判であの警察隊員をご覧になった。確かに、あ、でも今は状況が違うでしょ。いろんな可能性を考え、はい、私はボ、お嬢様のために全てのリスクを背負う覚悟。マルシラック、ありがとう、そう言ってくれて。そうですね。
これまで得た情報から推測するに、お嬢様の代わりに私が日々の指示を出すとき、わざと一部のものを覗くようにしてきました。もし売人がこちらの動きを知らないようであれば、その時に指示を受けていたものは知ろ、逆に知って、それを繰り返して容疑者を狭めていき、一人はスピナディ・ロースらの参謀フローレント様。え、彼？はい、信じられないのも無理はありません。あの、その身分を利用することで、スピナディ・ロースらの彼の状況と似ている容疑者がもう一人います。カブリエ・マーセルおじさんが、ポア村長にある地元の紹介で、ボス最初は背取りのみで商売をしていましたが、今やつまりスピナディ、そんなところね。ロシの問題をどうでも自分で自分の首を絞め、最後の一人はスピナディ・ロースらとフォンテーヌ警察隊の公的な連絡窓口を担当する。スピナディ・ロースらは大半の行動に制限はありません。彼なら報告の内容からスピナディ・ロース、なるほど、信じらんない。彼らを調べるときはビトルが熱いと対面させとんでもございん。それとボスの汚名を返上するのなら、彼の死後その家族の世話はスピナディ・ロースらがしてきました。必要であれば彼らのところまでご案内。助かるぜ。また事件の調査ね、相棒。さあ真実を。メアケース、ケースレコード。तो मित्रों, ऐसा करते हैं, एपिसोड ख़त्म करते हैं यहीं पे, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि हमको केस को सॉल्व करना था। जैसे पता ही होगा मित्रों, पिछले एपिसोड को देखा ही होगा आपने, केस को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो ऐसा करते हैं, एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और केस को बढ़ाएंगे हम आगे मित्रों अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए मित्रों, टाटा, गुड बाय, मिलते हैं फिर भाई।